はい、皆様大変長らくお待たせいたしました。そして2020年明けましておめでとうございます。本年も元気にグランパスを皆さんで支えていきましょうということで、本日は名古屋グランパス2020シーズン新体制発表会にご参加いただき誠にありがとうございます。毎年多くのグランパスファミリーの皆様をお迎えしてお送りしております。この新体制発表会は2020シーズンのチーム指針をお伝えするとともに、監督並びに選手とともにクラブの今シーズンへの決意表明として開催するものでございます。申し遅れました。改めまして、今シーズンも皆さんお世話になります。名古屋グランパススタジアム DJ のヨヨスケ、司会頑張ります。よろしくお願いします。さあ、それでは早速始めてまいりましょう。まずはじめに、株式会社名古屋グランパスへと代表取締役社長小西幸喜よりクラブを代表して皆様にご挨拶並びにスローガンを発表させていただきます。それでは小西社長どうぞ。大きな拍手を。皆さんこんにちは、名古屋グランパスの小西です。いよいよ名古屋グランパス2020年のシーズンが始まります。今シーズンのスタートを告げるこの新体制発表会、本日は本当にたくさんの皆様にお運びいただきまして誠にありがとうございます。短い時間ではございますが、皆様方と楽しい時間を一緒に過ごしてまいりたいと思います。これはですね、今年のサダのスーツです。この時計はもともとあった自前の時計です。これは今年のマドラスさんのオフィシャルシューズです。ステッチもかっこいいし、あのローファー系のかっこいいシューズになっておりますので、もしよろしければお買い求めください。2020年のシーズンはいよいよ東京オリンピック・パラリンピックが開催される年です。日本のスポーツ界がまた新たな一歩を踏み出す、そういったサッカー界にとっても非常に大きな意義のある年になると思っております。世界中のトップアスリートの皆さんがここ日本で繰り広げるドラマに思いを馳せますと、今からワクワクしてなりません。さて、2019シーズン、チームが良い時も苦しい時も、本当に多くの皆様方がスタジアムで、そしてこの街で我々を支えてくださいました。1年間を通して我々のホームスタジアムには52万人を超えるグランパスファミリーの皆様方が足を運んでくださいました。昨年初めて開催したシャチの大祭典、期間中のホームゲーム4試合はすべて満員となり、ホームグラウンドはグランパスカラーで染まりました。スタジアムの熱気は街へと広がり、我々の背中を力強く押してくれました。そして昨年はアカデミーの躍進にも目覚ましいものがありました。日本クラブユース選手権での初優勝、そしてJユースカップでも優勝し2冠を達成、プレミアムウエストでも見事初優勝を果たし、若い選手たちの躍動には心打たれるものがありました。最近はアカデミーの試合にも多くの方が応援に駆けつけていただけるようになりまして、選手たちにとっても大変大きな励みとなっております。グランパスファミリーの皆様方のお力添えに心より感謝申し上げます。2020シーズンも名古屋グランパスは心強いファミリーの皆様方と歩みを進めてまいりたいと思います。それでは新たなシーズンを迎えるにあたり、今シーズンのスローガンをご紹介します。 All for 名古屋、進化。培った力をさらに進化させ新しい歩みを進める。
己の道を切り開き突き進む、輝く栄光をつかみ取るため、今こそ仲間と共に戦おう。そしてそれはすべて名古屋のために。我々の進化は加速度を伴います。今日の非日常を明日の常識に変えるには、相手を凌駕する圧倒的なスピードで変化し続かなくてはなりません。我々は革命的な進化を遂げたいと思います。名古屋グランパスというプライドを持って、すべては名古屋のために。こうした思いを込めて、All for 名古屋進化というスローガンといたしました。チームは昨日からいよいよ動き出しました。昨年苦しみながらもピッチで全力を出し切って戦ってくれた頼もしい選手たちと、そこに新しい力が加わりました。マッシモ・フィッカデンティ監督がこの強力なメンバーを束ね、これから始まるタイキャンプ、沖縄キャンプを経て、魅力ある攻撃サッカーを展開するチームを作り上げてくれます。勝利のためにすべての力を注ぎ、リーグ戦はもちろん、ルヴァンカップ、天皇杯とすべての大会で大きな頂を目指し、ACL 出場権を手にすることで、アジアへ、そして世界へ打って出るための大きな一歩を刻むシーズンにしたいと思います。2020年はグランパスファミリーの皆様にとっても特別な年になります。 J リーグ開幕以来、グランパスとともに歴史を刻んできたこの聖地みずほが、今シーズンをもってしばしのお別れとなります。みずほのひとまずのラストイヤー、そんな節目の年をグランパスファミリーの皆様とともに、未来に向かって進化する一年にしたいと思っております。今シーズンもスタジアムで、そしてさまざまな街で皆様方の笑顔にお会いできるのを心から楽しみにしております。今日はお楽しみください。ありがとうございました。小西社長、どうもありがとうございました。さあ、続きましてスポーツダイレクター大森正幸より、今シーズンのチーム編成についてご説明させていただきます。それでは大森スポーツダイレクター、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、スポーツダイレクターの大森です。よろしくお願いします。私からは今シーズンのトップチームのラインナップを、紹介させていただきます。まずはじめに、移籍加入の3選手、今シーズン、攻守で活躍を期待できると思います。まず稲垣選手、サンフレッチェ広島から、来ました。で、彼のまあ特徴としては、豊富な運動量、90分しっかりと走れるスタミナ、あとは、ボールを奪い切ると、いう部分は非常に、見ていただきたいところでもあります。はい、次は、川崎フロンターレさんから、阿部選手、阿部選手の特徴は、最良な判断できちんとしたフィニッシュ、素晴らしいフィニッシュを持っているので、あのチームに貢献してくれるものと思います。はい、山崎選手、ベルマーレさんから、来てくれました。で、彼の特徴は、まあ、高さ、強さ、スピード兼ね備えている中で、まあ、ポジションは本当にワントップでもツートップでも、そういった部分で、ポジションこなせる、万能なストライカーだと思います。で、まあ、チャンスメイクもしっかりできるので、技術力もあって非常に楽しみなフォワードの選手です。はい、次は、名古屋に復帰する、4選手、
を紹介したいと思います。まず金井選手、鳥栖で活躍して戻ってきてくれました。秋山選手、まだまだです、これからです。はい。マテウス選手は、横浜でチャンピオンになって、チャンピオンのメンタリーを持って帰ってきてくれました。すごい楽しみです。相馬選手、昨日も頑張ってました。で、彼はアントラーズさんでお世話になってしっかりと、A 代表になって戻ってきます。彼は、昨日の、ね、試合を含めて、まあ、予選敗退という内容でしたけど、もう一試合しっかりやって、どこかの部分で合流してくれると思います。はい、期待しています。次は、高校の、新卒の選手ですね、3選手、アカデミーの方から石田選手、ゴールキーパーの三井選手、まあ、2人ともアカデミーで古賀さんとともに、しっかりと結果を出して、トップチームに昇格しました。石田選手は右サイドバックを、やるような感じでやってますけど、プレーしていましたけど、まあ、トップチームに来てからはもう少し適材適所のポジションでプレーすると思います。三井選手は、怪我が重なったりする中でも、なんとかそれを克服しようと、アカデミーで、プレーしてました。まあ、出たり出なかったりありましたけど、しっかりトップに入って体作りから、やってもらえたらなと思っています。吉田選手は、九州の方から来ています。で、名古屋すごい都会だと言ってます。顔はちょっと菅原選手に似ているところあるんですけど、高さがあって、将来性豊かなセンターバックになると思ってます。はい。で、こうした中、今シーズンは、ラインナップをこういった形で、まあ、ここに児玉選手も入れば30名という状況になるんですけど、このメンバーで、でまだちょっとウィンドウが空いているので、このあと3月末まで、まあ、いろんな動きがあると思うんですけど、まあ、強化としてスポーツダイレクターとしてしっかり責任を果たしていきたいなと思っています。でシーズンは長いです。でオリンピック前までかなりのスケジュールハードになっているので、まあ、そこも含めてなんとか枠が空いているところはしっかりと埋めれたらなというふうに思っています。まあ、A 契約の枠、あと3つ残っているので、まあ、そういった部分でも動きが出てくるかもしれないです。まあ、こればっかりは分かりません。まあ、最後にいろいろニュースにもなってますけど、広報部長の方から一言伝えてほしいと、日本人の選手でオファーをしているのは、3人だけです。で3人した選手が取れました。私の方から以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、公式としてのお言葉をいただきました。さあ続きまして、株式会社名古屋グランパス A と専務取締役清水克弘よりクラブの事業面での取り組みをご紹介させていただきます。それでは清水専務、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、名古屋グランパスの清水です。オールフォー名古屋進化、チームも進化をしてこのシーズンを戦ってくれます。事業の面でも同じスローガンのもと、スタジアムを、そしてホームタウンを皆さんと一緒に盛り上げていくためのさまざまな取り組みを今年も行ってまいりたいというふうに思っております。昨シーズンの事業の中で大きな取り組みといえば、何といってもシャチの大祭典でした。選手たちはビームス様にデザインいただいたユニフォームを身にまとって、シャチの大祭典期間の大試合を戦いました。そしてホームタウンではサポートタウンの商店街の皆様はじめ、地域のさまざまな方のお力添えをいただきながら、町を名古屋グランパスで彩っていただきました。今シーズンも夏の期間にシャチの大祭典、開催させていただきます。昨シーズンの取り組みをさらにパワーアップさせ、満員のスタジアムで、そしてグランパスで彩られた街で、グランパスファミリーの輪をさらに広げてまいりたいというふうに思ってございます。続きまして、昨年8月に
戦略的イノベーションパートナーシップを締結いたしました KDDI 様との新しい取り組みについてご紹介させていただきます。今シーズンは公式戦ユニフォームの鎖骨部分に AU5G のロゴをまとってシーズンを戦ってまいります。 KDDI 様のサポートをいただき、スタジアムでの体験を一層楽しくワクワクする体験に進化させてまいりたいというふうに考えております。まずはこちらの映像をご覧ください。名古屋グランパスでは KDDI 様のサポートもいただき、2月29日トヨタスタジアムで開催されます湘南ベルマーレとの開幕戦から新しいオンドメディアである観戦アプリをリリースいたします。試合当日のイベント情報やマッチデプログラムの内容はもちろん、スタジアムグルメの事前オーダーができたり、試合中は手元のスマホでリプレイを見ることができるなど、より便利により楽しくスタジアムでの観戦を体験いただけます。今後もこのアプリ、新しい機能をさまざま実装してまいりたいというふうに考えております。さらにトヨタスタジアム内の一部のエリアで au の 5G がご利用いただけるようになります。エリア内の特別シートでは AR グラスや 5G モバイル端末を用いた新しい観戦体験を続々と提供いたします。これらについても 5G プレサービスとしてトヨタスタジアムにて開催される開幕戦で実施をしていく予定になっております。加えまして、今後試合前の時間をスタジアムでさらに楽しくお楽しみいただけますよう、 VR を活用したスタジアム観戦体験やスポーツ行動認識 AI を活用したキックフォームの解析など、さまざまなイベントもご用意してまいります。この取り組みはスタジアムのみならず、豊田市駅前など周辺のエリアにも拡大し、地域の皆様と一体になって試合当日の街の盛り上げにもつなげてまいりたいというふうに考えております。このように KDDI 様と名古屋グランパスは 5G 第5世代移動通信システム、 XR、IoT、 さまざまな技術を活用し、名古屋グランパスのホームスタジアムでより楽しくスマートな観戦体験、そうしたものを作り出していくこと、お客様の体験価値を最大化していくこと、ご一緒に取り組んでまいりたいというふうに考えております。最後に、我々グランパスファミリーの一員として戦う e スポーツ選手をご紹介させていただきます。まずはこちらの映像をご覧ください。さあ、間もなく決勝キックオフ。赤いユニフォーム名古屋グランパス、ミノ。青いユニフォーム CCV FC 東京です。丁寧につなげていくミノに対してシンプル CCVCCV に関しては完全に裏に走らせているので、長いボール、これはオフサイドです。ミノの攻撃に関しては、結構こうやって細かいパス回しをしながら、どこかのタイミングで縦パスが入ると思うんですね。細かいパスをつなげていきます。前を向いた、ミドルシュート、先制点はミノ。フリーでシュート打ったのは大きかったですね。エンドが入れ替わりました。攻め続ける CCV、 細かくつないで
うわ、完璧。綺麗に決めた。ここでホイッスル、優勝は名古屋グランパス美濃です。ご紹介いたします。美濃選手です。美濃選手は昨年4月に開催された FIFA19 グローバルシリーズ EJ リーグサムソン SSD カップにて名古屋グランパスの選手として出場し、見事2代目チャンピオンの座に輝きました。地元名古屋市のご出身、名古屋グランパス e スポーツアンバサダーにもご就任いただきまして、イベント等を通じて共に愛知県における e スポーツを盛り上げていく活動を行っております。2020シーズンにおきましても引き続き名古屋グランパス e スポーツアンバサダーとして活動いただく予定になっております。続きまして e スポーツもう1名の選手をご紹介させていただきます。名古屋グランパスでは2018年12月にワンダープラネット株式会社様、名古屋王者株式会社様と協力し、パラ e スポーツアスリートの育成を目指して採用募集を行っておりましたが、このほどラハト選手の採用が決まりました。ご紹介いたします。ラハト選手どうぞ。ラハト選手はバングラディッシュ生まれで、現在名古屋市内の高校に通う高校3年生です。3歳の時に交通事故で右足を失い、車椅子での生活をされています。9歳で来日し、日本での生活は10年目を迎えていらっしゃいます。ラハト選手には美濃選手とともに名古屋グランパス e スポーツアンバサダーとして活動していただきます。障害を超えて多くの方が同じ舞台で競い合える、そんな姿を見せていただきたいというふうに思います。またラハト選手はグランパスのパートナーであるワンダープラネット様の社員としてお仕事をされることが決まっています。引退後の生活に不安を抱えず選手活動に専念できるように、競技生活と引退後のセカンドキャリアの準備を両立できますように、ワンダープラネット様、名古屋王者様、名古屋グランパスの3社で協力をしてラハト選手をサポートしてまいります。それではお二人からコメントをいただきたいと思います。美濃選手お願いいたします。名古屋グランパス e スポーツアンバサダーの美濃です。今後の意気込みとしましては、名古屋グランパスのイベント、 e スポーツのイベントや、大会などを通じて e スポーツを少しでも盛り上げられたらなと思います。そして自分の一番の目標である世界大会出場を目指して今後も頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ラハト選手お願いします。皆さんはじめまして。今回この度ですね、名古屋グランパス e スポーツアンバサダーとして、やらせていただくことになりました、ラハトです。よろしくお願いします。ありがとうございます。今回ですね、自分がこの イベントに参加しようと思ったきっかけなんですけども、障害があっても多くの人たちが同じ舞台で皆さん同じように活躍できるんだぞっていう姿を皆さん多くの人にでも見せていけたらなと思って自分でやりたいなと思いました。今後ですね、美濃選手と一緒にワンダープラネットさんのロゴを入ったこの名古屋グランパスのユニフォームを着て、e スポーツと名古屋を一緒に盛り上げていけたらなと思いますので、皆さんどうぞご応援のほどよろしくお願いいたします。美濃選手、ラハト選手ありがとうございました。皆様、 e スポーツ選手のお二人にもどうか熱いご声援をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。今シーズンも名古屋グランパスはファミリーの皆様と共にスタジアムで街で名古屋グランパスをもっと楽しんでいただけるような仕掛けを数多く行ってまいります。どうか今シーズンも名古屋グランパスに大きなご声援をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。清水専務どうもありがとうございました。はい、美濃選手、ラハト選手の活躍にも期待していきましょう。それでは今シーズンも名古屋グランパスをご支援くださいますユニフォームパートナー、トレーニングウェアパートナー、およびユニフォームサプライヤー、スーツサプライヤー、シューズサプライヤーをご紹介させていただきます。
皆様どうぞスクリーンにご注目ください。そしてパートナーのお名前ご紹介いたしますので、どうぞ大きな拍手もともにお願いいたします。まずはユニフォームパートナー、胸パートナーです。トヨタ自動車株式会社。背中パートナー株式会社デンソー。背中裾パートナートヨタ通商株式会社。左袖パートナートヨタファイナンス株式会社。パンツパートナートヨタガズーレーシング。右鎖骨パートナー KDDI 株式会社。左鎖骨パートナー株式会社プロトコーポレーション。今シーズン KDDI 株式会社様、そして株式会社プロトコーポレーション様にはユニフォームパートナーとして加わっていただきました。それでは続いてトレーニングウェアパートナーに参りましょう。胸パートナートヨタホーム株式会社。背中パートナー UCC 上島コーヒー株式会社。同じく背中パートナーエアアジアジャパン株式会社。右袖パートナーワンダープラネット株式会社。左袖パートナー学校法人東邦学園愛知東邦大学。同じく左袖パートナー川村電機産業株式会社。今シーズン川村電機産業株式会社様にトレーニングウェアパートナーとして加わっていただきました。続いてユニフォームサプライヤー、水野株式会社。スーツサプライヤー株式会社オーダースーツ佐田。シューズサプライヤーマドラス株式会社。パートナー各社の皆様、厚く御礼申し上げます。なお本日はご紹介することができませんでしたが、この他多くのパートナー企業の皆様に名古屋グランパスをご支援いただいております。改めて各社様にも皆様大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございます。そしてグランパスの勝利を共に分かち合っていただいておりますサポートタウンの皆様、そして名古屋グランパス講演会の皆様も、本日お集まりいただいたグランパスファミリーの皆様同様に名古屋グランパスを熱くサポートしてくださっております。心より感謝申し上げます。ということで今シーズンもどうぞよろしくお願い申し上げます。それではここでお待たせいたしました、今シーズンの背番号発表してまいりましょう。背番号1ゴールキーパーミチェル・ランゲラック。背番号2ミッドフィルダー米本拓司。背番号3ディフェンダー丸山雄一。背番号4ディフェンダー中谷慎之介。背番号5ディフェンダー千葉和彦。背番号6ディフェンダー宮原和也。背番号7フォワードジョー。背番号8ミッドフィルダージョアン・シミッチ。背番号9ミッドフィルダー長谷川アーリア・ジャスール。背番号10フォワードガブリエル・シャビエル。背番号11ミッドフィルダー阿部博之。背番号13ディフェンダー藤井春也。背番号14ミッドフィルダー秋山陽介。背番号15ミッドフィルダー稲垣翔。背番号16フォワードマテウス。背番号17フォワード山崎亮吾。背番号18ゴールキーパー渋谷翼。背番号19ミッドフィルダー青木亮太。背番号20ミッドフィルダー渡辺修斗。背番号21ゴールキーパー武田洋平。背番号22ゴールキーパー三井大輝。背番号23ディフェンダー吉田豊。背番号24ミッドフィルダー石田良太郎。背番号25フォワード前田直樹。背番号26ディフェンダー成瀬俊平。背番号27フォワード相馬勇樹。背番号28ディフェンダー吉田明。背番号31ディフェンダー金井隆。ディフェンダー失礼しました、背番号36ディフェンダー太田康介。
はい、ということで以上2020シーズンの選手背番号を発表させていただきました。どうもありがとうございます。はい、今アルファベットでラインナップされていますね。以上のようになっております。さあ、そして、背番号紹介に引き続き新たに名古屋グランパスのファミリーとなりました新人選手、そして移籍加入選手をここでご紹介したいと思います。皆様どうぞ2階後方の扉、あちらをご注目ください。それではどうぞ。まずは新人選手をご紹介します。アカデミーより昇格、ゴールキーパー背番号22、三井大輝。同じくアカデミーより昇格、ミッドフィルダー背番号24、石田亮太郎。九州国際大学附属高等学校より加入、ディフェンダー背番号28、吉田明。ということでまず最初に登場は3名の新人選手たちです。改めて大きな拍手を送りください。もうすでになんかこう風格みたいなものが出てるなというふうに感じます3人ですけども、じゃあまずはファミリーの皆様に自己紹介を一人一人行いたいと思います。三井選手お願いします。名古屋グランパスユースから昇格してきましたゴールキーパーの三井大輝です。名古屋グランパスの勝利のために全力を尽くします。応援よろしくお願いします。頼もしい。続いてお願いします。同じく名古屋グランパス U18 から昇格してきました石田亮太郎です。グランパスのタイトルのために全力で戦います。応援よろしくお願いします。ありがとうございます。そして、九州国際大学附属高校から来ました吉田明です。チームのために頑張るので応援よろしくお願いします。はい、期待したい3名。さあ、そんな、新人選手の3名が今来ていらっしゃいますのが今シーズンのトレーニングウェアということで、じゃあちょっとファッションショーじゃないですけども、まずはパシッと正面をね皆さんに見せていただきたいと思います。はい、各トレーニングウェアのスポンサーのロゴも入っておりますが、じゃあ続いて右を向きましょうか。はいね、今袖の方見せます。そして後ろ、そして今度はそのまま90度こっちに向いてください。はい、左袖入っております。そして正面にまた戻ってください。ありがとうございます。はい、ということでトレーニングはこれからね、これを着て、トレーニングしていただいてトップチームで活躍してもらいたいと思いますが、何よりね彼らがやはり着てほしいのはユニフォームということで、この後またユニフォームの方に着替えていただいて、再登場していただきたいと思います。はい、ということでまずはこの3選手に大きな拍手を送りください。頑張ってください。じゃあ皆様どうぞ。あちら意気込みとかはね後ほど伺いたいなと思っております。さあ、それではそんな3選手の中から今シーズンアカデミーより2名の選手がトップチームへと昇格したということで、その選手たちの旅立ちを嬉しく思いながらも少しね親心のように心配をされているという舞台袖でいらっしゃいます。この方にもお話を伺いたいと思います。山口元弘執行役員フットボール統括、どうぞステージにお越しください。あ、もう正面で僕もそちらに行きますか。なんかこの距離感変です。あ、じゃあ、距離感もうぐんぐんと近づけて。距離感、はい、いい距離感が一番いい。そうですね。お願いします。はい、元さん、今シーズンもよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いや、本当に、まず、まぁ、あ、ちょっとね、最後の最後、惜しかったですけども、でもそれにしても素晴らしいアカデミーの成績、はい、昨シーズン、2冠おめでとうございます。ありがとうございます。
まあ、ありがとうございます。そうですね、山木さんどうだったんですか、このあの昨シーズンの。すごかったですね、なかなか負けなかったのでびっくりしちゃいました。そうですよね、はい、でももう何なんですかね、その昨シーズンのあの成績というのは元さんから見られて、こうチームの強さというか。まあ、もちろん昨シーズンの、まあ、努力と成長は間違いないと思うんですけど、うん、まあ、ただ本当にその以前からの、まあ、積み重ねだと思うんですね。あのメンバーは、ジュニアからずっと7人かな、うん、7人がそのままジュニアから上がってきて、まあ、今言った石田であったり三井だったりで、まあ、全日本少年サッカーで、決勝戦で負けたのかな、準優勝、うん、まあ、そういう悔しさを持ちながら、それでずっとジュニアユースとか、まあ、ユースに上がってきて、まあ、やっぱりそのクラブの、まあ、歴史とか、まさしくそういう歴史をこう若いうちから積んできて、それで、まあ、あの昨シーズンその18のところで、まあ、あのジュニアのところで、勝てなかった、うん、決勝戦で勝つ、まあ、タイトルを取るというような目標を持ちながら、まあ、必死にやってくれたかなと思います。はい、まあ、そんな中から2選手が今回トップチームですけど、はい、ちょっと親心的にはどうですか。まあ、大丈夫かなという心配もありながら、まあ、あの自信持って昇格できるというような2人ですし、うん、まあ、彼ら以外にも本当に力のある選手はいたんですけれども、まあ、実際2人だけになりました。で、まあ、今あの、まあ、昨シーズンのこう活躍とかタイトルっていうのは非常に褒められて、またそのアカデミーに関して本当に目を、ね、向けてもらえるようになったのは本当に嬉しい限りなんですけど、うん、まあ、ただやはりあの一番は、昇格して、なおかつ、まあ、このクラブのトップの中心選手として活躍してほしい、まあ、それが一番ですね、うん、まあ、上がるのはもう、まあ、変な言い方しちゃうと上がるのはもう、まあ、当然というか、あ、まあ、そのぐらいの気持ちで、まあ、逆にまだまだやはり、トップの方でね、まあ、レギュラーとして活躍している選手がまだいないですし、うん、まあ、それは年齢関係なくやはりユースから上がってすぐ出れるような選手、またずっと長くこのクラブの、ね、中心でいられるような選手を育てるっていうのが、まあ、目標というか目的であります。はい、まあ、アカデミー出身のね、もうすでにトップで活躍している選手に含めてもちょっと活躍してほしいですよね。そうですね、はいはい、さあそして、本日この発表会の前に佐々木アカデミーダイレクターと奈良崎アカデミーダイレクター補佐が就任が発表になったんですけども、はい、この体制ってのはどうなんですか。いや、もう僕はアカデミーダイレクターいらないって言われたんでそれよりも大事なポジションにねより行かれたというところだと思うんですけど、いや、はい、まあ、先ほどねスローガンにもあったようにやっぱり進化しなきゃいけないので、うんうん、やっぱり立ち止まって、満足してはいられないというところで、まあ、私自身も、まあ、執行役員という形で、また違う立場で、うん、まあ、これでただアカデミーから離れるわけではなくて、まあ、よりそのアカデミーとトップとのこう、まあ、連携というか、まあ、そこをしっかりやっていかなきゃいけないという立場になりましたし、まあ、またそのアカデミーダイレクター新しい、まあ、佐々木、あと、まあ、アカデミーダイレクター補佐で、まあ、このクラブのね本当にレジェンドの奈良崎さんが、うん、承諾していただいたので、まあ、この2人を中心にまた進化するアカデミーを作ってくれるとは思います。はい、こう連携の部分でのこう楽しみっていうと僕らはどういったところに見出せばいいですかね。いや、またその新しい、ことがいろいろ生まれるのかなというのが一番の楽しみですね。まあ、どうなるかっていうのもあるかもしれませんけれども、非常にこうこの2人に任せて大丈夫ですし、また他の、まあね、あの18の監督、今シーズンもやる、まあ、小賀さんもはじめ、うん、まあ、いろんなスタッフが、今シーズンもこう進化しようというような意気込みで集まってくれると思います。はい、オールフォー名古屋で皆さんで進化していくと、はいはい、アカデミーそしてトップチーム両方ともどうぞよろしくお願いします。本さん、よろしくお願いします。はい、ということで山口元彦先生でした。どうもありがとうございました。ありがとうございます。さあそれでは引き続きまして、昨シーズン期限付き移籍をしておりました選手が再びグランパスに戻ってきました。それでは皆様改めて2階後方ご覧ください。まずはディフェンダー
背番号31、金井隆。続いてミッドフィルダー背番号14、秋山陽介。続いてフォワード背番号16、マーティンス。面々かと思いますが3選手が揃いましたが、昨シーズン期限移籍で、今回戻ってきた選手というのはもう1名いらっしゃいます、4人目の相馬勇紀選手。皆さんご存知の通り、アンダー23日本代表の一員としてタイで開催されております AFC アンダー23選手権出場中のため本日欠席となっております。ね、昨日のもう豪快なゴール、悔しい結果ではあったものの、彼の活躍というのがまたチームに戻ってきて期待が持てるなというのはグランパスファミリー全員が持った印象かと思いますが、さあそんな相馬選手からなんとビデオメッセージをいただいておりますので、そちらをちょっとご覧いただきたいと思います。それでは VTR どうぞ。こんにちは、相馬勇紀です。アンダー23日本代表の活動でタイにいるため動画での出演となりました。まずは名古屋グランパスに復帰することとなりました。今年1年よろしくお願いします。今年はさらに数字にこだわって全力尽くして戦いたいと思います。サポーターファミリーの皆さんと、共にたくさん勝利して笑って、そして頂点取れるように共に頑張りましょう。よろしくお願いします。なんかいとこからメッセージもらったみたいなね可愛らしいあどけない表情でも、昨日の試合の終わった後のインタビューなんかはね、本当一サッカー選手すごく力強いコメントも出していた、そんな思いのこもった選手がまたね、こう名古屋に戻ってきてくれるってのはすごい嬉しいことですし、まあ東京五輪の方も、ね、個人的に頑張ってもらいたいなと思います。さあそんな中ステージ上にいる3選手に改めてなんかねちょっと恥ずかしい感じもあるんじゃないですかね。改めてこういう形でね、ステージ上に現れたという風になっております、3名。では、一言ずつ、まあ、名前、自己紹介していただいてもよろしいでしょうか。お願いします。こんにちは。金井隆です。頑張ります。ありがとうございます。こんにちは。秋山陽介です、また、よろしくお願いします。お願いします。こんにちは、16番マテオです。espero ajudar bastante o time e fazer parte dessa família Grampus. Estou muito feliz de ter voltado。まあ、チームに貢献ができるように、まあ、本当にこの大きなファミリーの仲間として今年は戦いたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まあ、くしくもね、皆さん昨シーズン後半いらっしゃったところはブルー系のユニフォームだったと思うんですよ、3選手ともね。行ってみたらそれがまた赤に戻ったってこと。あ、マテウス選手からでいいですよ。この今、赤のユニフォームにまた戻ったっていうのはどうですか。Ah, tem muita coisa para falar, mas é feliz de ter voltado pro vermelho, né? É a cor do coração, a cor do quente, né? まあそうですね、赤に戻ることができてすごく嬉しいです。なんでかというと、やっぱり心の色なので、それで嬉しいです。熱い。昨日聞いたマテウス選手の言葉の後、行きましょうか。秋山選手、
もちろん最後の方がいいですか。いや最後はかなえさんで。そうですよね。お願いします。そうですね、まあ青色も良かったですけど、やっぱり赤の方が自分的にはしっくりくるなって、思ってるんで、やっぱりこの色で、活躍できるように頑張りたいなと思います。はい、鳥でお願いします。まあ心の色が赤なんで聞きましたねまあしっかりこの赤色のようにしっかり闘志を出して暴れたいなと思います。はい、期待しております。さあということで、改めてじゃあね、あの前面だと番号がパンツにしか入ってないんで背番号を見ていきたいと思います。後ろを向いてください。まだこの赤色のユニフォームで背番号を背負い、ね、ニックネーム載っております。はい、はい、じゃあ後ろの方から前を向いてください。正面向いてください。お願いします。じゃあまあちょっと本当に重複するんですけども、本日お集まりいただいた、そして今日来れなかった、ファンビーの皆さんにメッセージを一言ずつ残していただきたいと思います。金井選手お願いします。本当に去年は何も成し遂げてないし、僕自身も今年しっかりこのチームのためにもう全身全霊かけて戦っていきたいと思います。よろしくお願いします。頑張ってください。昨シーズンは本当にこのチームで、自分は全然、チームの勝利っていうところに貢献できなかったので、今年は、やっぱり自分のプレーで、チームの勝利に貢献できるように、やっていきたいと思います。お願いします。Ano passado, acho que poderia ter dado, ter ajudado mais o time. Não tive tantas oportunidades assim, mas espero esse ano ter bastante oportunidade e poder ajudar a família Grampus. まあそうですね、去年はまあ本当にもうちょっとチームに貢献したかったという気持ちで離れてしまいましたが、まあ今年はまた戻ることができて、まあチームに貢献ができるように頑張りたいと思います。お願いします。はい、ということで3選手期待していきましょう。どうもありがとうございました。さあそれでは続いてグランパスへ移籍加入した選手をご紹介していきたいと思います。皆さん再び2階後方扉ご覧ください。ミッドフィルダー背番号11、阿部裕之。ミッドフィルダー背番号15、稲垣翔。フォワード背番号17、山崎亮吾。グランパスへ移籍加入した3選手です。今一度大きな拍手を送りください。ようこそ名古屋へ。じゃあまずは私に一番近いところからの選手から自己紹介お願いします。川崎フロンターレから移籍 してきました阿部です。今までどう思われてたかわからないですけど、はい、加入した限りはチームのために頑張ろうと思うんで、皆さんで優勝を目指して頑張っていきましょう。お願いします。ありがとうございます。
サンフレッチェ広島から来ました稲垣翔です。皆さんの応援のもとプレーできることを楽しみにしてます。よろしくお願いします。お願いします。湘南ベルマーレから加入しました山崎亮吾です。皆さんの前で戦えることを非常に嬉しく思いますし、グランパスがタイトル取れるために精一杯頑張ります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、まだね、赤色のユニフォームになれないだろうお三方だと思うんですけども、もう一度マイクの方を阿部選手に戻していただいて、ね、ちょっとしばしご質問を私の方からさせていただきたいと思いますが、阿部選手、はい、名古屋来てどうですか今のところ。ちょっと田舎だなと思いましたね。こらこらさすが都会からやってきた、首都圏からやってきた男。すいません。いえ、全然。何かこう仲間からそういう名古屋ってどんなとこだよっていうか聞いたことありました？まあ、はい、軽くは聞いてましたけど、ええ、はい、でも施設とかもすごい良くて、うん、はい、充実してるんで、はい、いいプレーができるかなと思います。はい、例えばプライベートの方では何かこう楽しみなとこありますか名古屋で？いや、特にないです。ありがとうございます。寂しいさあ、あとやはりね、タイトルを何度も取られている阿部選手ですから、そんな中こうグランパス昨シーズンも非常に苦しんだチームという印象あったと思います。どうですかその中来られて、こうご自身が来て与えるものというのは。まあでも去年と今年は全然違うと思うんで、うん、はい、今いるメンバーでできる限りのことをするだけだなと思います。まあ、その中でもやっぱ勝利そして優勝っていうところって、こうご自身が体感した中で何が必要だと感じましたか？まあ、泥臭さであったり、うん、その勝つために何でもするじゃないですけど、まあ、そういう気持ちが大切かなと思います。はい、ぜひともまたチームに貢献していただきたいと思います。はい、頑張ります。はい、ありがとうございます。さあ、続いて稲垣選手、サンフレッチェからということで、先輩がいますね名古屋には。そうですね偉大な先輩です。こうリサーチとかしたんですか彼に？ああ、そうですね、もう最初お声いただいた時からいろいろ相談とかもさせてもらったし、名古屋のこととかもいろいろ話聞かせてもらいました。ちゃんと答えてくれました？ちょっと微妙ですかねいや、まあけど、まあ、すごい見えてというか、うん、こう後輩の面倒見よくてまあ、頼りになる先輩です。うん、例えばこう名古屋のサポーター、ファミリーっていうんですけど、この印象みたいなの聞いてました？あ、なんかやっぱりみんなあったかいっていうのは聞いてましたし、それは選手も含めてですけど、うん、そういうのは絶対すんなり入りやすいよと言ってもらいました。まあ、あとね、こう今まで、まあ、相手としてこのトヨタスタジアムだったり水尾スタジアムに来てたと思うんですけど、そんな時に感じた印象ってありますか？そうですね、まあ、トヨタスタジアムが多かったんですけど、すごい熱気で、まあ、今こうやってグランパスの一員としてあそこでプレーできるのをすごい楽しみにしています。はい、ぜひも頑張ってください。ありがとうございました。ひときわ背が高い山崎選手、よろしくお願いします。よろしくお願いします。こう来るまで名古屋の印象、グランパスの印象は何ですか？まあ、PK 決めて、まあまさか自分が赤いユニフォームを着るとは思ってなかったんで、でも今から非常にワクワクしてます。ね、昔を若干掘り返していただいてありがとうございます。で、またこのね、グランパスに来るというのを自分の中で決めた、なんか一つの決定だって何かありますか？グランパスが僕を必要としてくれて、うん、まあ、僕自身もグランパスと共にもう一つ二つ成長したいと思って決断しました。はい、あとその選手で、例えばこう講師ともに、まあ、もしくは講師別々でもいいんですけど、こう気になる選手いますか？まあ、トスで豊さんと一緒にやってたんで、はい、まあ、こっち来るときにはいろいろ相談しましたし、うん、まあ、高志君、金井高志君も一緒にトスの時やってたんで、うん、高志君は相当いじってきますけど、まあ、変わらず、まあ、はい、うん、ありがたいですけど、はい、ちゃんといい情報を与えられました、その2人から？そうですね、いいことしか聞いてないです。あ、もうそれぐらい、はい、本当ですか？ありがとうございます。
はい、ということでチームにね、もう一日でも早くな、あの馴染んでもらいたいと思いますけども、トレーニングはもう何か練習とかはすでに？そうですね、チームも昨日から始動して、うん、走ってます。走ってますか？疲れました。上げてもらっていいですか、もう少し。こうね、フォワードの選手っていうとかなり攻撃的ないろんな選手いますけど、そんな中でご自身こうアピールするポイントっていうのはどこでしょう？そうですね、まあ、ゴールを狙うところは変わらず続けていて、うん、まあ、前線からハードワークして一番前の選手が戦う姿を、まあ、選手そしてサポーターの皆さんに見せればいいかなと思います。はい、ぜひとも活躍頑張ってください。山崎選手でした。さあ、それでは、新人選手にもここでユニフォームに着替えていただいたということで再度登場していただきましょう。では皆さん大きな拍手でお出迎えください。はい、キーパーのユニフォームもね、ここで出てくると。じゃあラインナップしたのでちょっとすいません、またあのファッションショー的なことやっちゃうんですけども、右の袖を見せていただくこと可能ですか？なので左にグイッとこう回ってもらっていただいて、はい、J リーグのエンブレムとともに、このねサポートをしてくれています愛知名古屋、そしてトヨタ三好の、はい、こちらのね4つの行政の名前が入っております。はい、そして後ろ向いてください。背番号とともにトヨタ通称デンソーと、今回のユニフォーム、この背番号を僕らは追いかけることになりますね。はい、さあそしてもう一つなので左袖の方を見せていただきたいと思います。はい、トヨタファイナンスの袖が見えます。そして正面にまた戻ってください。はい、清水専務からあった通り au の 5G グーネットと入り、胸にはもちろんトヨタが入っていると、このユニフォームを着て皆さんの活躍大いに期待していきましょう。さあそれじゃあですね、そんなユニフォームに袖を通した6名一言ずついただきたいと思います。じゃあまずはまた新人選手からいただきたいと思いますので、吉田選手どうですか、グランパスのユニフォーム袖通してみて。かっこいいです。めちゃめちゃファンみたいなこと言ってくれますけどね、嬉しいですね。こう今なんか実感持てますか？はい、今は持ってます。本当ですか？はい、本当です。なんかいいキャラしてますね、本当ね。こうちょっと自分のアピールというとどういうところですか、注目してほしいのは。まあ、高校ではヘディングが強かったんで多分ヘディングだと思います。多分ヘディングなんですね。はい、はい、期待していきたいと思います。そして石田選手、まあ、アカデミーからということでね、まあ、馴染んでると思いますけど、トップとして袖を通す、どんな気分ですか？まあ、すごく新鮮な気持ちですけど、まあ、ここからが本当に勝負だと思うので、うん、まあ、今年1年頑張りたいと思います。はい、ありがとうございます。さあ、そして、水井選手、ゴールキーパー、どうですか、黄色のユニフォーム。まあ、この7年間僕所属してきたんですけども、改めて本当にかっこいいなって思います。喋らないんだね。あ、まあ、名古屋グランパスファミリーの皆さんにあれ一つでも喜びを与えられるように頑張っていきたいと思います。あ、もう意気込みをバッチリ言ってくれちゃったんですね。もう一回吉田選手から聞きたいなと思うんで、もう一回マイク戻してもらってもいいですか。そこの部分は意気込みも含めて、じゃあのファミリーの皆さんにメッセージを一言ずつ、ここは6選手ズバッといきたいと思いますので、では吉田選手お願いします。皆さんに、顔と名前を覚えてもらえるよう頑張るので応援よろしくお願いします。ありがとうございます。一日でも早く真っ赤に染まるスタジアムでプレーできるのをすごく楽しみにしているので、まあ、まずは怪我を治していい準備したいと思います。一年間よろしくお願いします。お願いします。まあ、さっきも言ったんですけど、まあ、ファミリーの皆さんの後押しがあるからこそ僕たちはあると思うんで、まあ、その感謝の気持ちを忘れずにこの1年間戦っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。タイトル獲得のために、グランパスに来たので、必ず皆さん一緒にタイトル取りましょう。よろしくお願いします。ありがとうございます。
どんな時でも、チームのために全力尽くすことを約束します。応援よろしくお願いします。ありがとうございます。頑張りますシンプル、はい、ということで6選手期待していきましょう。大きな拍手をありがとうございました。じゃあどうぞ左の方からお戻りください。